ちは、あっこちゃんです。最近アップした動画の中で、私が今練習していますアナと雪の女王の主題歌 For the first time in forever の英語版のサビの高い音の部分の歌い方について説明しましたが、そこで説明していたのが、おへその下のあたりの丹田と呼ばれているところにグッと力を入れる感じで、そこから声が出てるっていうイメージ で、喉のところはただ声が息が通過するだけっていう、要するに喉で声を、出すんではないよっていう感じだったんですけど、のことを説明してましたが、丹田っていうのは、このあたりです。おへそのに力を入れて、ああって感じですかね。で、それと、同時に、もっと大事なことがありまして、それは歌全般なんですけども、母音の音がとても大切っていうことなんですよね。で、母音の音も実はこの丹田のあたり のところからぐわってこう上がってくるように、もわって発音するのがいいです。で、そうすると母音が際立って、ものすごく響いて分かりやすい英語になります。で、歌の時もそれをしないとメロディーが際立ちません。今日習ったことをアウトプットしています。それを今週1週間かけて実践してみたいと思います。私の歌がもう少しだけまた良くなるかなと思って楽しみにしています。習ったものはすぐにアウトプット、こう人に伝える、人に説明することで自分が習ったことを再確認して、より覚えると、そしてこのアウトプットが人を成長させるというようなお話を実は別のビデオで、していまして、今それを編集中です。今ここで小出しにしてしまいました。はい、でも習ったことをまたすぐにアウトプットしに帰ってまいりますので、また動画を見に来てくださいね。 OK, look forward to my next video. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.